最終島、最終島、最終島、チェジュ島は、朝鮮半島の南西、日本海、東シナ海、航海の間にある火山島。その付属当初と合わせて、大韓民国最終特別自治道を構成する。人口は、六6 6万人、面積は1 8 4 5トル。15世紀初頭頃まで、丹羅という独立した王国があった。 1629から1830年まで、島民全員に出陸禁止令が出されていたなど、かつては朝鮮半島の人から下げ住まれる流刑地であり左遷先だったが、現代ではソウルを越える観光地となっている。なお、朝鮮語では、島と道は同じ音のため、最終島と最終道の区別に注意を要する。最終島は、 韓国の最南端に位置する楕円型をした火山島であり、同国で最大面積の島。島の中心には標高1950メートルの春ら山がある。180万年前から火山活動が始まり、縦上火山の活動で島がほぼ形成され、その後、炭性火山群が活動した。島内及び海岸には360個以上の火災球が形成されている。 岩室は主に玄武岩からなる。春ら山は同国において最高峰であり、多くの登山客が訪れる。最終島は、日本とも近く、最も近い長崎県の五島列島まで 180km ほどの距離にある。行政面では、最終特別自治道が置かれ、最終市が島の北半分を、そぎぽ市が南半分を、市域としている。島内には、 火山活動に由来する地形が多く残され、以下の三つが最終の火山島と溶岩洞窟群として2007年に世界遺産に登録された。島の戦後は産業がなかったため、最終島に在日韓国人が日本のみかんの苗木を持ち込んだ。それ以降みかん栽培が主要産業となっている。みかん栽培が始まったのは1960年代で、 東洋日報によると歴史は浅い。在日韓国人が無断で、和歌山県や静岡県など日本の苗木を島に送ったが、気候に合わなかった。最終的に九州の苗木が育つと判明し、現在のような前頭みかん畑が誕生した。東洋日報によると在日韓国人によって、日本から不法に持ち込まれたみかんの木一本で、大学まで市場進学させる学費を出るほど、 ミカン長者が続出した。そのため、韓国の行政機関も日本産のミカン苗木を不法に持ち込む在日韓国人を賞賛をしていた。しかし、2002年に国際植物新品種保護同盟に加入して、2012年には開発された全作物全品種保護対象作物に指定された。韓国でも外国が開発した品種を利用すれば、開発者にロイヤリティを支払う。 国際法に従うことになって、日本からの違法に持ち込んだ品種の輸出が差し止め処分を受けるようになった。2018年12月には200の島の農家が2014年に持ち込んで勝手に普及、栽培した日本の品種920トンの出荷が日本側のロイヤリティ請求によって差し止められた。以前は日本の品種の不法利用を称賛していた韓国。 農村振興庁の業技術院は外国開発の品種のロイヤリティ視の利用に注意が必要とコメントしている。島のみかん産業は在日韓国人が日本から持ち込んだ品種と栽培手法が起源である。しかし民団団長によると日本で働く最終党出身の弁護士すら知らなれていないほど韓国国内では知られていない。 2014年時点で島内で生産されるみかんの99.6%が日本の品種で日本側にロイヤリティが支払われていない。韓国開発の品種は評価が低く、韓国の農家が日本の品種から乗り換えていないと指摘されている。島の周辺には暖流である津島海流が流れているため、 大陸性気候により冬の寒さが厳しい韓国の中では最も気候が温暖である。この気候を利用して韓国で唯一のみかんの産地となっている。しかし、冬になると半島部と同様の北西季節風の影響や島の中央に春ら山がそびえる地形的要因により非常に風が強く島の南北の気温差が大きい。 この季節風により風下となる南側にはしばしばカルマン渦の雲が発生する。春ら山の北側にある西州市は東京と同じくらいの寒さで風が強いため体感気温はさらに低い関東地方と同程度年に1、2回以上のまとまった降雪もある。一方、南部に位置するソギポ市は1月の平均気温は6.8度とより温暖な気候で、 日中の気温は10度以上になり、日本の高知県や宮崎県北部の気候に相当する。最終島には、三世神話という、朝鮮半島のダンクン神話とは違った丹波民族の独自の建国神話があり、高麗史や清掃実録に、およそ次のような内容で表されている。英州、四樹と呼ばれ、未だ人の住まない太古の最終に、こう、張り、 夫の三つの性を持った三人の新人。三神が、高音な、両綱、夫を綱と描かれるものも、が、春ら山の北山六の地の穴、三聖穴から現れたのが、現在の最終の人々の先祖であるという。ある日、春ら山から遠くの海を眺めていた彼らは、東の方から流れてくる木の箱を発見した。開けてみると、箱の中には、東国の壁老国、 日本と取る学者もいるから来たという紅れない大使の使者と美しい三人の姫と駒と馬と五国が入っており、新人は彼女たちを妻として迎え、年齢順に住処を定めて暮らすようになった。その後新人の子孫たちは産業と五国の栽培を始めて集落を作るようになり、約九百年後に皆の人望を集めた講師を王として初めて タクラという王国が成立したとされる。三国史に現れる三世紀の宗教、最終島人、丹羅民族に否定する説がある。その後丹羅国が成立し、四世紀頃には、九だらに長江していた。白木の朝鮮半島統一後は、主に白木に長江するようになったが、日本へも長江を行い、日本からも施設が派遣されるなど、独自の外交を行った、剣丹羅師。 丹田国の言語は、朝鮮民族とは、言語系統が異なるものであったとするのが通説である。高麗時代の1105年に、丹田軍として直轄領として組み込まれ、1214年から、最州と呼ばれるようになるが、在地支配層は依然健在で、高い独立性を維持し続けた。元に対して抵抗した三別省の残党は、最州党を最後の拠点として立てこもった。 反乱は、元、高麗軍によって平定され、最終島は、元の直轄地に組み込まれた。元が最終に牧場を設けたため、以後の最終は、馬産地になり、また元からの移住者及びその子孫は、薪子と呼ばれた。朝鮮王朝の時代には、朝鮮八道の一つ、善羅道に組み込まれ、在地勢力は、次第に力を失っていった。朝鮮時代には、 高架島と並ぶ流刑地の一つでもあり、主に清掃で負けた王族やヤンバンが流刑にされていい。1629から1830年まで島にいるすべて住民に対してで陸禁指令が出されていた。15世紀の最終には船に居住して海産物を取る海民が存在し、本土の海岸まで出ていくものがあり、一部は海賊化した。 19世紀の後期には、日本漁船の島の周辺海域への進出とそれに、伴う漁民間の衝突が、日朝間の政治問題となった朝鮮出業。1910年の韓国併合で大日本帝国の領土となり、1945年まで朝鮮総督府によって統治されていた。1922年に島と大阪をつなぐ直行便、君がよまるが就航すると、 多くの島民が労働のために本内地へ行し、彼らが集中した遺界の周辺には、後の幾のコリアタウンの原型が形作られていった。日本の降伏後、連合国占領軍の到着が、朝鮮本土に比べて遅れた島内は朝鮮、建国準備委員会の最終党支部を起源とする人民委員会が統治を担ったが、政策をめぐって人民委員会と、 米軍政庁は1947年か対立を深めた。そして1948年4月3日には朝鮮の南北分断を固定するとの理由から南朝鮮単独での総選挙実施に反対する過程で最終党4.3事件が発生し、少なくとも3万人の島民が南朝鮮国防警備隊やその後進の大韓民国国軍、 西北青年会等の民間右翼などによって虐殺された。この事件は朝鮮半島の南北支配戦争の過中で最終党だけは島民だけで後の行方を決めようとする運動を北側の介入とみて南側の軍部や自警団が抹殺したものである。結果として最終党は大韓民国に組み込まれた。この虐殺事件の混乱で最終島民は 周辺国に難民として逃れた。現在の在日韓国、朝鮮人には、この時に命からがら、日本に逃れてきた者も,も多い。5.16軍事クーデターで実権を握った、牧世機の下で、島の観光開発が進められた。2018年にはイエメンから、最終島に来た561人のうち552人が、難民申請する事態に、 反対の世論が巻き起こった。韓国国民から政府に対して難民拒否を求める請願には2017年に韓国大統領府が請願意図を解説して以降最多の約70万を超える署名が集まった。その後もソウルでも反対抗議集会が起きるなど議論の的となっている口述。トルハルバン、イシュジーさんはもともと 朝鮮時代の行政区域である三つの郡、県のそれぞれの東、西、南門の入り口に建てられた、村の最悪を追い払う守護神、道祖神であったが、現在は最終塔のシンボルとして各地に建てられ、土産物としてトルハルバンを模した置物が製作、販売されている。最終塔の特徴を言い表すのに、三礼と三太、及び三無という言葉がある。 三礼とは、美しい心、素晴らしい自然、美味しい果物といった島民の心や、景観の美しさ、特産物を意味する。サンタとは、石と風と女の三つが多いという意味。火山島であるため、火山の噴火により流出した火山岩が多く、台風がたびたび通過する上、季節風の福地域であり、またかつては、魚老のため海に出て遭難するなど、 男性の死亡率が高かったことに由来している。三無とは、泥棒がいない、小敷がいない、外部からの泥棒と小敷の侵入を防ぐもんがない、必要ないという意味を表す。かつての最終島は、厳しい自然環境を克服するため、共同精神が発達しており、そのことも前述の三つがなかった、あるいは必要とされなかったとされてきたゆえんとされる。そのために、 韓国本土に住む人々の気象の激しさとは対照的に性格も恩和で純朴だと言われる日本国内各地に点在するコリアタウンでも最終島出身者は古くから同島出身者を流刑地住民の子孫として差別してきた韓国本土出身者を避けて東京都荒川区三河島や大阪市生野の区ももダに島に集結していたただし近年は観光地化が進み 韓国の他の地域より犯罪の発生率が高いという一面もある。大谷総一の著書、炎は流れるの朝鮮編には、最終島民は朝鮮半島本土と違い、性格は温厚で生活様式が日本に近いとある。島の北、最終市の島市に隣接して、最終国際空港がある。日本国内からは、成田国際空港、 関西国際空港との間に直行便があり、大韓航空、T ウェイ航空が就航している。その他の日本国内から最終国際空港へ行く場合には、ソウル近保国際空港か、富山近海国際空港を経由するのが一般的である。海運面では、富山と木浦との間にフェリーが就航しているほか、島内の陸上交通は路線バスが多数運行されている。 今日鉄道は存在しないが、1929年から1931年にかけては、最終島循環軌道が損した。大韓民国海軍は2006年現在、最終島に新たに海軍基地を建設中である。基地建設後は、独島休養陸艦と計画中の最新、衛戦水艦をそこに集中配備し、最終島に、 機動艦隊用前進基地を建設する予定ゴルフ場やカジノなどの観光、娯楽施設が多数あるほか、海産物なども豊富なため、韓国国内のみならず、日本などからも多くの観光客が訪れる。かつては外国人観光客の多くを日本人が占めたが、近年は中国人に対するビザ特例措置、最終島のみを訪問する場合、観光ビザを免除もあり、 中国人観光客が急増している。2007年、世界自然遺産に選定された。2011年に、韓国国民の熱心な活動により、新世界七不思議財団により、新世界七不思議自然版に選定された。2010年、最終当全域が、最終島、ジオパークとして、世界、ジオパークネットワーク、GGN に加盟認定された。 2013年8月には日本の島原半島ジオパークと姉妹提携が結ばれている。また同年9月にはアジア太平洋ジオパークネットワークアプンの第3回シンポジウムが開催された。イエメン内戦を逃れた難民が相次いでビザ不要のマレーシアに逃れたものの、マレーシアでは滞在期間の延長が許可されなかった。 このため2017年12月にマレーシアからの直行便が就航し、観光活性化のために多くの外国人に対し一定期間の滞在であれば、ビザを不要としていた最終島が次の目的地となり、2018年4月頃より最終島にイエメン難民が増え始めた。2017年に難民申請を行ったイエメン人は42人であったが、 2018年は約半年間足らずで561名が入国し、そのうち519人が難民申請を行った。4月30日には難民申請者に対して最終出入国、外国人庁が島から出ることを制限する措置を行い、難民審査が終わるまでは韓国本土に渡ることができなくなった。6月1日には韓国外交部が ビザ不要の地域からイエメンを除外した。こうした難民の急激な増加に、韓国政府は特別就労許可を出すなど対応したものの、韓国国内からは否定的な世論が巻き起こり、大統領府には難民申請許可の廃止を求める国民請願が提案され、20万人以上の賛同を得た。一方で、韓国もかつては、 最終等4.3事件の際に難民を出した経緯があるため国際社会に恩返しするために受け入れ体制を整えるべきという主張も見られる。その後は難民申請の放棄などもあり最終的に申請を行ったイエメン人は481人で2018年9月中旬には人道的配慮として未成年者や妊婦、負傷者など23人のイエメン人が滞在を 認められた。最終出入国、外国人庁は、同年6月下旬により難民認定作業を開始しており、9月中には完了するとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。